絶得票を待ち望んでいた。歩き回ったつつましい父の母、そして我が命たる二人の息子、美しい妻の待つあの部屋、力が失われ息が切れていく。筋肉はこわばり、血の流れは遅くなる。時間だ。もう故郷へ帰る。歩き回ったつつましい故郷。ずっと帰郷を待ち望んでいた。歩き回ったつつましい父や母、そして我が命たる二人の息子のもと、美しい妻の待つあの家、力が失われ。知っている歌だ。ここで何してる？見ろよ、まただ。もう何度も言ってるんだが。なんだってウィルフレッド？ああそうだな、まるで学ばない。少なくともこいつは死ぬ前に歌を聴けた。この死体は何だ？仲間さ、決して俺を見捨てたりしない。約束を守ってくれた。背の高いのがウィルマー、その右がウィルフレッド、無口なのがウィルヘルムだ。どうしてここを離れないんだ？無理なのさ。そんなことをすれば巨人に皆殺しにされる、他の奴らみたいに。なぜ巨人に殺されなかった？俺と仲間、それにセイレーンで、奴が船を作るのを手伝ってるんだ。俺は頬を塗った。逃げようとするとセイレーンに連れ戻される。船で何をする気だ？どこに行く？誰にも言うんじゃないぞ。俺の仲間たちは死んでもバラさないだろうが、お前は信用できない。約束する、誰にも言わない。いいだろう。巨人はあの船で終末の日の最終戦争ラグナロクに向かい、神々を打ち負かす気なんだ。お前が巨人に食べ物をもらっているところを見たぞ。奴はどこでそれを？知らないよ。食べ物は必要だ、仲間にもな。そこにある腕だが、噛まれた跡があるぞ。何？どこだ？ウィルマー、くそ、掃除するはずだろう。秘密を守るのが下手くそだな。選択肢はあった。やるか、飢え死にするか。だが強制はしてない。みんなで決めたんだ。ヤルマール・アンクライトを探している。仲間とこの島に来たと聞いた。巨人を倒すために。ああ、見たよ。ウィルマーも見た。確かなのか？ウィルマーの目を舐めるな。お前が今立っているところにいたよ。レイフに、フォーラン、ビギ、みんなやつれてたな。そうだ、アンクライトの息子もいた。ここだけの話、あいつはちょっとどうかしてるね。いつのことかわかるか？何の話だ？ヤルマール・アンクライトたちはいつ来たんだ？ああ、それか、覚えていない。ウィルヘルムに聞いてみろよ。どこに向かうか言っていたか？どうだウィルマ。ああそうか、監視塔でキャンプを張ると言っていた。すぐに見つかるさ。谷の真ん中で何もない場所を守ってる。戻ってくる、ヤルマールを見つけてな。ずいぶん自信たっぷりだな。ついでに巨人を殺せるんじゃないか、一人だけでな。巨人も人間も同じさ。なあウィルヘルム、自分は死なないと思ってる。もう行く。それではな。おい、本当に戻ってくるなら丈夫な寄り糸を持ってきてくれないか。村で見つかるはずだ。それと釘も足りないんだ。忘れないでくれよ、釘と寄り糸だ。覚えておこう。ヤルマルのキャンプだ。攻撃を受けたのか？昨
傷だらけだ。長い戦いだったんだろう。こいつは漁られてるな。奇襲を受けたが切り抜けたようだ。手がかりが足りない。辺りを捜索するか。二人ここを通っている。別々にだ。この跡は古い。誰かが襲撃の前に野営地を離れたようだ。ネッカーの巣に足を踏み入れたか。だが倒した。スケリッジの人間は勇敢だ。全て一発で仕留めている。いい腕だ。誰かここに隠れていたようだ。致命傷を受けたか。弓使いはついに男に追いついた。弓使いはどこに行ったんだ。トロールが男を洞窟まで引きずった。まだ生きているだろうか。向こうから何か匂いがするな。料理中か。ああ、料理してる。おい、あんちゃん、助けてくれ。どんどん熱くなる。うっかー。黙れ。あいつに用がある。ダメ。ミリフから人間もらう。なぞなぞで勝負。なぞなぞか。なら奴をかけて勝負だ。勝ったら奴を連れて行く。負けたら俺も料理してくれ。いいぞいいぞ。なぞなぞだと。こんな時に。うるさい。一問目、たくさん食べてたくさん飲む。大きくて大股で歩いて力持ち。トロールに決まってる。そう、トロール。問題出せ。羽のように軽いが、トロールでさえ長くは持たないもの。小便？難しい。人間ずるい。よし、俺の勝ちだ。なぞなぞ嫌い。羽、トロール持たない。小便違う。歩けるか。なん
ここから出よう。大丈夫か？サウナは二度と入りたくない。それ以外は大丈夫だ。命の恩人だよ。どう礼をしたらいいか。ヤルマールを探している。ヤルマール？俺も知りたいよ、彼と仲間の行方をね。きっと何かが起きたんだ。でなければあの晩に俺が消えた後探しに来てくれたはずだ。絶対にそうだ。待てよ、なぜヤルマールを探してる？クラフの頼みでヤルマールを救出に来た。アードスケリッグで王が選ばれる。皆若き後継者の帰りを待っている。もう始まってるのか、ヤルマールがスケリッジを治めるなんてな。その資質はないと。ヤルマールは無責任で頑固な男だ。人の助言には耳を貸さない。だが生まれつきの指導者さ。若い頃からの付き合いなんだ、彼とセリスとは。セリスも王位継承に名乗りを上げているぞ。セリスが？だけど彼女は。でもそうか、似た者親子だな。クラフは？彼も支持してるのか？無茶な旅に彼女を出させたのか？よく思ってなかったさ、何も告げずに出発したからな。俺も聞いていない。どこに行ったんだ？誰と一緒なんだ？スピカローグだ。一人で行った。一人でだと？くそ、もしヤルマールさえ。彼女は戻ったのか？知ってるか？ああ、戻ってきたぞ。目的も果たしてきた。それはよかった。遠征隊について教えてくれ。まるで物語のように、全ては嵐と共に始まったんだ。戦場では穂が激しくはためいていた。やっと騎士が見えてきたところでセイレーンの攻撃を受けた。まるで待ち構えていたようにな。それでもなんとか切り抜けられるはずだった。舵取りさえまともなやつだったらな。舵取りがしくじったのか？あんなやつを産んだ母親がしくじったのさ。あの間抜け野郎、セイレーンの噂話に怯えて耳に牢を詰めていやがった。おかげで俺たちの警告が全く聞こえなかった。案の定岩に直撃だ。数人を失い、怪我人を担架で運んだ。その間もセイレーンは攻撃してきた。ヤルマールは角笛を吹き続けた。だが丘に接近しすぎていたために雪崩を引き起こしてしまった。ついてない日だな。それからどうなった？船の中であのおかしな奴を見つけた。それから監視塔のそばでキャンプだ。やっと一息つけると思った。なぜ他の仲間とはぐれた？夜の見張りをしていたら、フェローのエグナーがヤルマールのキャンプからセイレーン退治に使うホーンウォールの角舟を盗むのを見たんだ。だから俺は奴の後を追った。奴が何を考えていたかわからん。ヤルマールには奴を連れて行くなど忠告したんだ、何度もな。それで捕まえたのか？ああ、この洞窟でな。だが奴がわめき散らしてトロールを呼び寄せた。てっきりその場で食われるかと思った。結局スープにぶち込まれただけさ。今日食われるんだろうと覚悟していた。助けてもらわなきゃ死んでいたよ。巨人の居場所の見当はついているのか？巨人のねぐらが分かったんだ、村の上にある洞窟さ。ヤルマールは湖を越えていこうと考えていた。間抜けのビギは鉱山を抜ける方がいいと言っていた。化け物の穴蔵に乗り込もうなんて誰も思わなかったが。必要なことは全部わかった。それではな。待て、一緒に行く。幸い弓はトロールに燃やされずに済んだからな。よし、行くぞ。